はい、経過のトゥンソングを展開しております行動会社もてなし民の椎根翔です。今こちらの動画でですね、私の、自己紹介というテーマで皆様にシリーズをお送りしております。今回もよろしくお願いいたします。はい、ということで、平成7年、の3月にですね、金町店の料理長の辞令をいただきました。本当にですね、入社した時に目標にしてた料理長になれたということで非常に嬉しかったんですけども、まあやっぱしこの時に学んだことは人と人とのつながりというのを非常に学びました。やっぱし人は人に支えられてる、そして助けてもらってるっていうことが、本当にひしひしと感じることが多かったです。ということでやっぱし人生はですね、人と人とのつながり、人は、人材は宝というようにですね、人と人とのつながりを大切にするということを、非常に大切にするということを新たに学んだ瞬間でございました。ということでこの続きはまたこの次回ということでよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。